今日はね夕食でねこの玉園っていう東西プラザっていうところにあるねあの牛タン弁当だね。でもう中でね食べられるようになってるんだよね。喜楽っていうところ、これ昔からあった？私は行ったことねえな。2年ぐらい前にもともとね、うん、あれだったんだね、生瀬田焼肉だったんだね。なんか違うよね。ちょっとまた潰れて新しくなったラーメン屋どうせだからちょっと見に行かないこっち側の。で牛タン弁当がね1人、15ドルだから3人分買って税金入れてチップ入れて50何ドルかな高いよね。5000飛んじゃったすぐ。あれタイ料理屋はここは潰れてないよね。 あったタイ料理屋も生き残った。ここも生き残ったかな。全部ここら辺のは全部生き残ったのかな。フライボーも生き残ったね。でコロナ禍前にねあの動画ここの撮ったような気がするんだよな。コロナ禍の最中にこの東西プラザって私動画を撮ってないような気がするんだよな。で、あ、梅のや、梅村、ここラーメン屋さんね。でね、私が以前お話したようにあの人生の中でチップ一度も払わなかった時は3回あって、一つはいつも行ってたタイ料理屋さん、そこはねすごいあの最初悪くなって、でその後ね改善されてまた客が入るようになって、もう一軒があそこのねあのほら栄寿司とかがあるところだね、そこであの潰れてしまったラーメン屋が一軒、あとはねここ新しくだからあのここのラーメン屋の前のラーメン屋の時ね、私チップ一度も払わなかったんだね。1回しか行ってないけど、富蔵ラーメンだってなおオープンって、ちょっとここも後で行ってみようかね。じゃあね、そのチップ出さなかったっていうくらいだからね、どれくらいなもんだったっていうのが分かるのはね、あの2店ともねあのコロナ禍前なのに潰れてるっていうのが大きいよね。まあそういうようなあの場所だったな。もう前お話したようにね、本当店はねあの汚かったしね、行ったところのラーメンはねもう汚かったしね、うん、あのほら前動画ね潰れる前の動画とかあのあったけど、もうひどいもんだったよ。だからのれんはそのまんまぐちゃぐちゃになったまんまだしね、まあ、そんなところだったわけですよ。この譲り合いの精神のなさっていうかすげえよな。あそこに車があるのにもうむっちゃくちゃだよな。あっちの奥の方空いてんのにな、もう超むちゃくちゃ。なんかこのゴロッとアップルパイとゴロッとピーチパイ美味しそうだよ。ちょっと買ってみようか。あとですね、このいちごのクロワッサンを一つください。はい、以上でお願いします。なんかさ、これ和牛ビーフパイっていうのもあるね。ツイストドーナツってほとんど日本だよね。はい、そういうわけでね、おやつとして買った3つだね。このアップルパイはあれだね、リンゴを輪切りにして食べやすくしてるね。ちょっと食べるの楽しみだね。あとね、この神楽っていうねとんかつ屋さんね、これのロースカツ2つ頼みました。やっぱりさ、この日本のさ、あの日本みたいなのってすごい役に立つよね。どんなものかっていうのもよくわかるからね。これね、買ってみた感想なんだけどもね、岩手とね北海道の人だったらわかるかな、羊とかヤギジンギスカン食べたことある方はわかると思うんだけども、あの後味がね、あのジンギスカンって感じ、うん、まあ多分こう言えば岩手と北海道の人は分かるかなって感じかな。なんか初めて見たぞ、このチェリーヨーグルト1個1ドルくらい100円くらい、ちょっと買ってみようか。これも1ドル100円くらいだね。グアバパッションフルーツって、これもちょっと買ってみよう。よく見ると今度はアプリコットアンド、だからアンズだね、アンズとマンゴーだね。これも買ってみよう。なんかトレーダー上っていつも来てるんだけども、よく最後まで見ないので、たまたま見るとね、こういうのいろんなものあるよね。
りあえずそれぞれのねヨーグルトを2つずつのね、これはあれかな、このピスタチオあるじゃない、で剥いた方が実は安いんだよね。でもこれはなんかあれなのかな、やっぱりビールとか飲みながら自分で割るのが通だから1ドル逆に高くなってるのかな。私は買うとしたらこっちだな、買わないけど。今日は以前お話したように先日のドライブだったかでもね、その果物の糖度低いから、日本人が昔スイカに塩かけたように南米の人たちね唐辛子かけるのかなと話をしたんだけどね、これは逆にあれだね、普通のマンゴーの方が30円くらい安いってことだね。だから30円くらい高いのは唐辛子代ってことになるのかな。あ、このリンゴジュースもすごいな、えらい濃そうだな。確かに 100% ジュースって書いてて400円くらいで 1.89 リットルだって。ちょっとこれも買ってみようか。これは飲みきれねえな、1回じゃ多分当たり前か。この唐揚げをね1キロまた買ったよ、1キロの唐揚げだね。ちょっと湯気とかね あるけども、熱々の唐揚げだね。だからもう部屋着としてギャグできてるんですね。多分ちょいだね、多分ね、今の私 XL で普通に入ってしまうからね、多分切れるかも。うん。